映画名探偵ピカチュウが北米初登場、首位でスタートしたことが話題になっていました。皆さんこんにちは。今回はそんな映画名探偵ピカチュウ快進撃の話題です。海外、かわいい。初の実写版ポケモンが北米でも公開され、首位を維持していたアベンジャーズエンドゲームを抜き去り、初登場で首位を奪取したようです。オリジナル版ではデッドプールシリーズで知られるライアン・レイノルズが、日本語吹き替え版では西島秀俊さんが声を担当しています。外見とは裏腹に中身はおっさんなユニークなキャラクターで、とりわけ困ったりしょんぼりした時の表情の愛らしさに注目する声が多く寄せられています。ふっくらとした体型やふわふわの質感、赤い頬など愛くるしいルックスが大人気のようです。海外ネットニュースより、名探偵ピカチュウの初日興行収入は2070万ドルで、上映中の映画の首位になった。とはいえ、それでも週末予想はアベンジャーズがトップ、第3週は6170万ドルで2位に落ち着くと予想される。そんな歴史的大ヒットのアベンジャーズに負けない勢いを見せるポケモン映画に、海外からは驚きの声が寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。これは意外だった。初日でしょ、週末にはエンドゲームが勝つって。最終的にエンドゲームは史上最高の映画になるだろうけど、それでもポケモンが史上最高のゲーム映画だよ。素晴らしい、最高の映画だしね。いいね、スーパーヒーロー映画にはうんざりしてたから。素晴らしい映画だよ、どのポケモンも素晴らしかった。ポケモンのことをあまり知らなくても楽しめるかな。うちの子はスマブラのポケモンしか知らないけど大喜びしてたよ。素晴らしい映画だし子供たちも喜んでたよ。他のスマッシュキネマティックユニバース映画が楽しみだな。興味がある人がいるなら、映画でもらったトレーディングカードの袋がいっぱいあるよ。映画を見てポケモンを気に入ったよ。ライアン・レイノルズも良かった。でもトランスフォーマー風の安っぽさになって、パワーレンジャー風の安っぽさで終わった。映画は問題なかったけど、演技がめっちゃ良くなかった。いい映画を作れば人々が見に行きたがるなんて誰が思っただろう。真面目な話、2016年の全興行収入よりこの2本の映画が稼いでると思うよ。ピカチュウがめっちゃキュートだよ。私ならアベンジャーズよりこっちだね。数日前にアベンジャーズエンドゲームを見たけど、映画館が静まり返ってたよ。昨晩名探偵ピカチュウを見たけど、映画館が満員だった。ちょっと待って、黄色いデッドプールがアイアンマンに勝ったの？またしても罰を受けることに。週末は仕事だから。まずコミュニティデイに参加できないし、今度はオープニングウィークエンドの数字に貢献できないよ。俺の平日のマルティーニ代を彼らが取る羽目になりそうだな。今日見たよ。かなり期待してたけど期待を超えてきたね。何もかもが最高だった。唯一気に入らなかったのは、続編の余地をあまり残さなかったことだよ。もっと見たい。最終的な興行収入予想はあるの？このままの勢いが続けば10億ドルを超えそうだね。みんなよくやった。俺たちの本当のヒーローが誰か見せてやろうぜ。ライアン・レイノルズ一人で映画を支えている気がする。他の俳優は子供向け映画の雰囲気だった。90年代のね、流行が始まった世界には完璧だよ。予想しておく。今から2025年のどこかでディズニーがポケモンシリーズを買おうとするよ。
任天堂がポケモンを売るわけないよ。特にディズニーには。ディズニーが 0% 保持した世界で唯一のディズニーリゾートが存在する国の話だよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。